とりあえずこれまでに分かった情報を整理してみましょうか。プランタン品評会でアーキテクト様が渡したチップを見たプロキシアンたちが幽霊を認識する騒ぎが起こりました。それが全てのことの始まりでしたか？いえ、前触れはありました。数日前から幽霊を見たと言いながら発作を起こして倒れる市民たちがいたらしいです。位置を確認してみると、事件が発生した場所はほとんどグラフィティが書かれた路地裏あたりでした。そういえば昨日私たちにチップをくれた芸術家もグラフィティアーティストでしたね。バンドですか？興味深い情報ですね。いや、重要なのはそのことじゃなくて、チップを見れば自分が何者かわかると言ってました。ですがデータが全部削除されて、被害者全員の症状がほぼ同じです。全て別のプロキシアの仕業ではなく単独で行った犯行だと考える方が合理的でしょう。そして書家に侵入した犯人もペンキを使いましたね。あの時は偶然の一致だと思い気にかけていませんでしたが、事件が主に発生していた場所と離れていますが、監視ドローンを避けて逃げ切ったくらいですから可能性は十分あります。とても素早い人でしたが、私たちで捕まえられるのでしょうか？それは私にお任せを。アイレンさんの能力を無視しているわけではありませんが、作戦は確かな方がいいでしょう。ベルベッタさん、アルセーズ自警団の手を貸してはもらえないでしょうか？ハードボイルドは孤独でなくてはなりません。正直に申しますと、それは難しいと思います。せめて一瞬でも目を引く方法があればいいのに。アーキテクト様、ご自分でですか？確かにあのものはアーキテクト様を高く評価してましたが、品評会であんなことが起きたんですから、素直に話に乗ってくれるかどうか分かりません。でも正面から近づくよりはマシだと思いますよ。アーキテクト様があの芸術家の目を引く間に私たちが四方から飛びかかるのです。なるほど、おとり捜査ですね。捕獲は任せてください。絶対に逃がしません。はい、これで作戦は一通りまとまったようですし、そろそろ行きましょうか。